東京アニメセンターのブルーロックポップアップに行ってきました。2時台かなの回で入ることができ、お目当てだったものは購入できました。今に始まったことじゃないけど、本当に転売屋だらけですね。なんかなってところです。なんかちょっとモチベーション下がるっていうか、気持ちの問題だと思うんですけど、今後そのグッズのみのポップアップ、物販のみの場合は様子を見ようと思います。コラボカフェとかね、そういうあの食事ができるとか、あとその展示がついてるとか、そういうものはあの体験をね楽しみたいので行くんですけど、グッズだけの場合はなんか頑張ってやらなくても通販でねお迎えするとか他の方法もあるなと思い始めました。横浜でよくオタ活をするので、これは本当に使えるなと思ってお迎えしました。
いや、いいですね、セーラーちぎり。こちらですね、書き下ろしアートコレクトカードというのもワンボックス購入してみました。絵柄自体は全14種類、プラス同じデザインだけどオーロラ白押しバージョンも入ってるようです。やっぱレアはちぎりくんが欲しいですよね。よいしょ、あ、裏だった。はい、あ、わちらくんと、あ、これが白押し、わちらくんと白押しレアリンちゃんが来てくれました。どっちも多分アップかな、これ。かわいい、白押しもかわいい。でもノーマルでもね十分かわいいですね。ありがとうございます。2パック目、お、よいちのアップと、あー、ちぎりくんのレアだ。あ、ってか、え、なんか結構レア入ってるくないこれ。やったー、よいちのレア。はい、あ、レオくんの引きの方ですね。はい、あ、バチラくんのアップレア。絵柄が揃わない可能性は若干出てきた。あ、なぎくんの引きです。5パック目、よいしょ。あ、よいちはレアが両方揃いました。引きのよいちのレアと、あ、りんちゃんのノーマルアップです。折り返しですね、残り5パック。ちぎりくん来た。ちぎりくんの引きも来ました。レアじゃないけど。そして、あ、レオくんの引きの、レアですね。こんだけレア引けるならこれめっちゃいいじゃん。めっちゃいいんだが。7パック目、よいしょ。あ、レオくんのアップが、あ、前髪の感じいいですね。そして、あ、やった、引けました。やった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 。8パック目、よいしょ。あ、国神くんがここに来て初めて引けました。半袖なんだ、なんかいいな。そして、あ、なぎくん引きのレアですね。ではラスト2パック。あ、なんか残りの分が入ってそうな気がしますが、あれ、アップの国神くんと、あ、こちらくん引きのレアです。ラスト、よいしょ。あ、国神くん全部これなんだが。と、あ、こちらくんの引きでした。なんか本当にランダムですね、この様子見る限りね。ただ思ってた以上にこのレアが入ってます。1パック1枚はレア、もう1枚がノーマルって感じだと思われます。で、ワンボックスだと3枚入ってる子と、2枚入ってる子っていう感じかな。というわけで、ブルーロックの Vlog を多分何日か分かにまとめてお届けしました。5月もおたかつ楽しみつつ、まあでもね、自分の心地よさ、ペースを最優先にしていこうと思います。皆さんも自分のペースを大事に、自分の気持ちを大事に、おたかつ推し活楽しみましょう。それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。